バールは、ドイツ連邦共和国バイエルンシュヴシュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す市場長であり、ブーフローへ行政共同体を構成する自治体の一つである。バールは、アルゴイ地方に位置する。町の中央部にジンゴルト川が流出する。この川は、アウクスブルクでベルト派川に合流する。ブーフローへは、約8キロメートル。 ランツベルク・アムレヒエは約1 2トルの距離にある。この町は公式には6つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。バールは890年のオットーボイレン修道院の公益記録に初めて登場する。この町は1444年に皇帝フリードリヒ三世によって市場開催権を与えられた。市場長バールは 1800年頃には、フランツルートビヒシェンク・フォンカステル、別名、マーレ・フィッツ・シェンクの所要の首揺であった。1806年のライン同盟でこの町は、バイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって、現在の自治体が成立した。1970年代の長域再編に伴う、町村合併で、エンメンハウゼン、ブロンネン、 バールハウプテンガが合併した。2020年からローベルトプロチュカが町長を務めている。町議会は14人の議員からなる。ズ柄、ガラ、銀字。銀の雲から現れる聖ニコラウス。聖人は赤い包囲をまとい、右手に死郷杖を持ち、左手に抱えたミサテン書の上に3つの金の玉を乗せている。この聖人はバールの聖ニコラウス教区教会の守護聖人であり。 18世紀から紋章に採用されている、聖安那教会の南脇祭壇。ありがとうございます。